1番荒川選手、どうぞ早急でお上がりください。そしてゼッケン2番村瀬選手、ゼッケン3番増尾選手、ゼッケン4番竹内聡選手。あれ竹内さん、はい。そしてゼッケン5番斉木選手、ゼッケン6番笹川選手、ゼッケン7番佐藤選手、ゼッケン8番竹内正弘選手、ゼッケン9番小島選手、そしてゼッケン10番宮井選手。以上10名の選手となります。さあそれではコースオープンです。コースオープン、コースを一周してグリッドに集合してください。この中から上位3名が A 名への勝ち上がりとなります。お手すきの方、はい、ありがとうございます。スタートマーシャルご協力をお願いいたします。はい、それでは選手の皆さんよろしいでしょうか。カウントダウン入ります。10、9、8、7、6、5、4、3。はい、スタートです。ヴィンテージバギークラス決勝 B 面にスタートしました。さあ1周目トップで帰ってきたのはトニーと3位が絡んだ。1周目トップで勝ちしたのは荒川選手、2番手ゼッケン3番マスオ選手、そして3番手にゼッケン5番サイクー選手。さあ2コーナーで誰かが転倒している模様。さあここで3番手にゼッケン7番佐藤健一選手が浮上、4番手にゼッケン8番竹内選手、5番手にゼッケン10番宮井選手、6番手にゼッケン5番佐伯選手のオーダー。残り4分。さあ時間の方は1分を経過、残り4分。トップは変わらずゼッケン1番荒川選手、2番手にはゼッケン3番松尾選手、3番手にゼッケン7番佐藤選手、4番手にゼッケン8番竹内選手、5番手にゼッケン5番佐伯選手、6番手にゼッケン4番竹内選手、7番手にゼッケン10番宮井選手、8番手にゼッケン9番小島選手、9番手にゼッケン2番村瀬選手、10番手にゼッケン6番笹川選手。と言ってたところでなんと、2番手にゼッケン10番宮井選手が浮上、3番手にゼッケン9番小島選手、4番手にゼッケン2番佐藤健一選手のオーダー。残り3分。さあ時間の方は2分を経過、残り3分。さあトップの車フロントダンパーの左側が外れている模様。次のレースはオープンクラス B メインのとなります。次のレースはオープンクラス B メインとなります。 B メインの選手はご準備のお願いいたします。オープンクラス B メインの選手はご準備お願いいたします。さあトップは荒川選手、瀕死の状態になってきた模様。今ホームストレートを走行中、ピットエリア外で作業しないでください。ピットエリア外で作業しないでください。残り2分。さあ時間の方は3分を経過、残り2分です。さあ現在のトップはゼッケン8番竹内選手、
そして2番手にゼッケン1番荒川選手、3番手にゼッケン9番小島選手、4番手にゼッケン3番増尾選手、5番手にゼッケン4番竹内選手。残り1分、現在のトップはゼッケン8番竹内選手、2番手にゼッケン1番荒川選手、3番手にゼッケン4番竹内聡選手が浮上、そして4番手にゼッケン9番小島選手、5番手にゼッケン10番宮井選手。残り30秒。ここで5分が経過、ゼッケン1番4番ゴール2番ゴール10番ゴール7番ゴール、はい、全者ゴールです。はい、このヒートトップゴールしたのはゼッケン8番竹内正弘選手、そして2番ゴールはゼッケン1番荒川勉選手、そして3番ゴールはゼッケン4番竹内聡選手となりました。全車車検です、全車車検です。車を車検場にお持ちください。コースマッシュの方は忘れずにご協力をお願いいたします。